金ピカのホタテラーメンですね。ホタテラーメンを行ってみたいと思います。三陸釜石ですか。近いですね、三陸釜石では僕のふるさとの南三陸町と。これを行ってみたいと思います。できました。今日はホタテラーメンですね。三陸ですね、中村屋ですかね、の塩味あっさり系ですけど、これを行ってみたいと思います。ホタテの、ホタテも入れてみました。海鮮をがっつり、わかめも入れたりとかしております。じゃあ今日はこのオールフリーですね。またオールフリーですけどね。うん、うまい。じゃあこのホタテラーメン行ってみます。ちょっと海の家っぽく行ってみますよ。行きます。スープ行きます。もうだいぶホタテの味が、ホタテの味なのかどうなのかってあれですけど、海鮮っぽい海の味がめっちゃすぐ出しですね。麺はこの縮れ麺ですね。油揚げてないやつです。あ、この麺合うな。このあっさり海鮮に合います。あ、うまっ。海の味ですよ。埼玉のマンションにいますが、気分は海の家ですね。こういう感じのね。なんか山下達郎聞きたくなりますね。ホタテも行っています。あ、うまい。ホタテだしに、ホタテはうまいっすよ。わかめいきます。三陸のわかめですね。わかめラーメンってうまいですよね。ラーメンにわかめ必要ないって言うけど、あるとあったでうまいんですよね。今日はチャーシュー作ってないんです。まあまあ豚バラをゆで豚にしてみたんですけどね。行ってみます。うまいっすね。ビッグモーター記者会見やってますね。じゃあ最後に行ってみます。まあうまい。海の家の味ですよ。いや今日も暑いっすよ。暑いとね、ほんとぼーっとしちゃいますよね。何も考えることがなくなりますが、まあそれじゃいけないなとは思ってるんでね、まあ、暑い中でもいろんなねスイッチというか切り替えをねしながらやっていきたいなと思っています。僕も怪我しちゃったのがねどうしても大きいので、まだそのリハビリもやってますし、そのリハビリの人とかね、その病院の先生とかに僕の怪我した当時のレントゲンを見る医者の人たちはみんな、こんな折り方どうやってできたのっていうぐらいびっくりしてるんで、かなり骨折の中でもかなりランクが上の折り方してるっぽいから、まあ、そういう意味では人生変えたかなと思ってるんで、これを機会にね治ってきたら少しいろんなことを考えながらやっていければなって思ってるんですけど、まあ、無理せずですけどね。ただね、これは佐藤健くんついに情報解禁になったんですね。徐々にいろんなのになってくるんでしょうけど、もうそろそろ月末なのでシュガーもあるでしょうから、佐藤健くんがシュガーをするためのネタみたいなのがいくつかね出始めてきてる感じですかね。この前の27時間テレビなんか番宣一個もなかったですからね。番宣なしでただ単にゲストで出てるんで、この映画が多少でも情報公開になってればこの映画の話でもしたんでしょうけど、全くそれもなく27時間テレビ終わってす間もないのに情報解禁っていうね。佐藤健、長澤まさみ、森七菜が出るんですね。川村元気の恋愛小説を映画化した4月になれば彼女で共演することが明らかに。これは分かってましたけど、森七菜は意外でしたね。で、公開日が来年の3月29日。まあ、4月になればですかね。4月の直前にってことですね。レモンとかマリーゴールドのミュージックビデオを作った人なんだ。山田さんっていうのは、監督さんは。まあ、レモンもマリーゴールドもね、売れましたよね。マリーゴールド、あいみょんでしょ？僕好きですけどね。レモンは、米津さんですよね。佐藤健くんが精神科医の藤代俊を演じるんですかね。音楽担当は小林武史さんがやるんですね。世界から猫が消えただなっていうのは、これは武くんが出てたやつですね。それは小林武史さんだったんだ。余談ですけど、僕、この前そういえば病院で待ち合わせしたら、
小林武史様って、え、小林武史が来てんのったら普通のじいさんが呼ばれてましたけどね。佐藤健くんのコメント。7年前にこの原作を読んだ時、恋とは何か、愛とはどのようなものなのか、恋人との時間の中で何を手に入れて何を失ったのか、もがき方さえ分からぬまま恋愛というものの正体を探し求める藤代に共感しました。今回この撮影を通し、自分も藤代と一緒に少しでもその正体に近づけたらと思いました。長澤さんは誰よりも真摯に手を抜かず、愛情を持って作品に向き合う方でした。自分よりも他人を優先してしまうような優しさをと危うさを持った。それでいて誰よりも一生懸命丁寧に生きていく弥生と重なりました。森さんとはクランクイン初日からほとんどアドリブシーンでしたが、初めて本気で人を好きになり結ばれることの喜びを恋に浮かれ苦しむ藤代と共に作り上げてくれました。彼女の笑顔を見ていると自然に自分は藤代になりました。長編初監督の山田監督は役者と共に悩みながら芝居について真摯に追求してくださる方で、とても充実した撮影期間を過ごすことができました。恋愛の正体とは愛を終わらせない方法とは、皆様にとっての答えを確かめ劇場に足を運んでいただいたら幸いですと。森七菜ちゃんはどういう役なんだ。藤代が10年前に交際していた初恋の女性伊予田春の役なんですか。初恋の女性を森七菜ちゃんがやる。結構年齢違うと思うんですけどね。どういう感じになるんだ。長澤さんは、弥生は突然深く愛して藤代を残していなくなってしまう。そこにはきっと不安とか歪みもありつつ、新しい道に踏み始めるために思い切った気持ちがあったんだと思います。佐藤健さんは初共演でした。あ、そっか。冷静に役や物語を捉えて演じる方なので安心して撮影できましたし、信頼のおける俳優さんだと思いました。日々彼に対して信頼感が生まれていき楽しかったです。この作品は恋愛に悩んだり苦しんだり立ち止まったりする人たちに向けて届けたい映画です。人を愛するということを見つめ直したくなるような作品になると思います。公開はまだ先ですが楽しみにしていただけたら嬉しいです。森七菜ちゃんはどういう存在なんだろう。春としてこの作品でどんな存在になれるのか、佐藤健さんや長澤まさみさんに引っ張っていただきながら撮影期間中は毎日考え続けました。そして人生初の海外仕事でチェコ、アイスランド、ウユニを旅して、その国も信じられないくらい美しい表情を見せてくれました。世界を味方につけながら春を演じているように感じて、必死になって頭の中を焼き付けながら毎日を過ごしました。どうやったって過去は変わらないけど、あの時あの人、今の私のかけら、目の前のあなたに新しく出会うことができる、そんな体験を皆さんにお届けする日を心待ちにしています。森七菜売れてますよね。山田監督は佐藤健さん、長澤まさみさん、森七菜さん、本当に夢のようなキャストが実現しました。真摯で最高な表現者であるお三方との時間は刺激的でかけがえのない時間でした。佐藤健さんは脚本会議の段階から参加いただき、一緒に議論を重ねながら人物像を一緒に作り上げていく、日本映画ではあまり主流ではないやり方にも熱意を持っていって挑んでいただき、濃密で繊細なお芝居を見事に体現していただきました。まあ最近の佐藤健くんはね、もう脚本からね、立ち会うのは多いっすよね。長澤さんは映画化用に新しく当て書きをした役であり、あ、当て書きで長澤さんなんだ。原作小説の先にある新しい要素を見事に再現していただき、長澤さん以外で絶対に成立しない愛おしく純粋なる人間らしさを持った人物を真摯に表現していただきました。森七菜さんは以前ショートフィルムでご一緒し絶大な信頼を持っていたこともあり、現場では彼女の才能に委ねることが多かったのですが、脚本を優に超えて圧巻の透明感と存在感を見せてくれました。この映画にもたらしてくれたコントラストは衝撃的でした。お三方と一緒に新しい表現に挑戦できたことを大変誇りに思います。だそうです。すごいですね。まあちょっとこれ楽しみだなと思っております。